モイスランドキックを使っていきますが、ここはサイズ手を出していきました。そしてセカンドダンク、これが売りですからね。勢いに乗っていきます。アウト。ケビン・ジョーンズのスリーポイント、これは入りません。ただリバウンドもう一度自らゴール下で勝負に行きますが、ロケットカウントワンスロー、ディフェンスをやりますから。セバスチャン・サイズパークがついていきますが、押し込んでいった。ナイスだ。そのサイズに対して飛んでいったのは田中大輝ですが、これがファウルになりました。していきたいところです。ただいいんですよね。青これ一発だ。はい、クロッペリーです。ああいうやっぱりボールを下に落とせるんであれば、ああいう攻撃もできるんですけどね、はい、ここはケビン・ジョーンズノンストロマッチアップになります。押し込んでいく、ターンしてバンクショット。ここはうまさを見せていきました、ケビン・ジョーンズです。アンドからケビン・ジョーンズ、ここも鋭いドライブを見せていきました。菊池効いてますね。ここはサイズを呼ぶ関野、関野のロングスリ ー素晴らしいシュートですね、今日3本目のスリーポイント、うん、食らいついていきます渋谷。さあここはカーク、足がやっぱりあのリフレッシュされているものを使いますよね。このダブルチームボールを奪い返しました渋谷。そしてサイズにボールが繋がった。さすがケビン・ジョーンズ、ライアン・ケリーとのマッチアップ。ここは強い、なんとか流れをサイズがついていく。ここはミスマッチ、ミスマッチになっている。ただこれを沈めてきます。一番最初接せられたんで、ここで我慢しきれるかですよね。関の、これがターンオーバーになる。速攻、安藤が走り抜けました。菊池からジョーンズ、ライアン・ケリーとのマッチアップ。ボールを奪い返すか。サイズのカークがカバーしていきました。運がなかったですね、野口、野口、ここは攻めきれない。取りましたね、奪い返しました東京。そしてジョーンズも走っている。ああ一気に来た。これがやっぱり王者、アルバルク東京ですね。だから大きな大きな波を掴んでいきました。そしてベンドラメは今日これが3つ目のファール。でもう多いですね、はい。竹内がボールをしっかりと持っていって、ボールを預けました。試合終了のブザーが鳴っています。